リナスカプロ、はい、悲劇感というかね、この試合の中非常にショットが安定している。もともとショットメーカーでの第1打目しっかり打ってきた。ここに向けてね、調子上げてくれると思います。のセカンドショット、あ、これも少し左に引っかかりました。あ、曲げきれず、はい、これはバランスのいいスイングですね。ここから、はい、これもライン出しですね、ことになります。はい、目の前の木を打つようなショットです。あ、目の前の木にかすってしまいましたね。ラフから成田美鈴プロ、はい、押さえた打ち方ですね。あ、少しハーフトップしまし、下りのスライスしっかり読み切って入れてきましたね。いや、しっかり沈めてきましたね。あ、まあスピンを効かせて打ってくる。あ、こ、あ、少しバンス跳ねてしまいましたね。重ねて、もう最後の方とかはもう普通にツアーに出てる感覚になってきて、その中でやっぱりあのセカンド、今の最終ホールのセカンドショットをスプーンで打ったことがもう敗因の全てだったのかなと思います。え、しかもこういう取り方ね、奈良さんこれやめて、頑張ります。楽しい、ゴリラ、ゴリラになりたいです、頑張ります。1ホールずつ丁寧に頑張りたいと思います。たくさん飛ばしてたくさんバーディー取りたいです、頑張ります。最年少なので頑張ります。はい、頑張ります。成田美鈴の力、ミシアンで。最終ホールまで残れるように頑張るので、私のことを応援してください。こっち、はい、最後まで残れるように頑張ります。はい、残すところ3名、それだけです。残すところ3名だけど、スキップ、竹尾咲プロスキップのため、成田美鈴プロとアナイララプロの2名とりあえずここガチの、ガチの2人の対決ということなんで、ショートボール対決カメラに辛いなって待ってます、頑張るよ、さきちゃん。え、いいの、いいの、意思疎通してる。何、なんでね、会員じゃないよね、何やってくれちゃってんの。会員、仮会員です。もう入ってくる、ま、入っていいです、なんか拒否されない。はい、お静かに。アナイララプロ9ホール目、アナイララプロ成田美鈴プロのもう2人ですね、このホールに関しては第1打目。いや、右からのこの風に合わせてめちゃくちゃいい。いや、最高。あんまりこう伝わるかわからないですけど、今右からにまだ強烈な風が吹いてるんで、その右からの強烈な風に、乗せるようにですね、ティーショット運んできました。そして、成田美鈴。
いやフェース開いて右。ミスのキャディですか？はい、専属キャディ。はい、頑張ってください。001。ちなみに今のは何番ですか？今のは8番です。1番円で結構右から回してきましたね。そうなんです。私持ち球がドローなので、はい、それで打ったら多分、はい、バンカー以上行ってるので、はい、どれぐらい、あっちのグリーンぐらい出したって感じですか？そうですね。なるほど、ナイスオンです。頑張ってください。ありがとうございます。ララさんナイスですね。ね、ララうまいね。がティーショットの右サイドに外してピンまでのアプローチ。失敗じゃないですかね。スピンショット。ナイス。ちょっとね、ニアサイドだったから、なかなか、ピタッっていう感じにはなんなかったけど、完璧。アナイララプロ。バーディートライ。距離は4ヤードぐらいですね。いやー完璧。ララがバーディーで勝ち抜きました。いやー、じゃあ水、はい、お疲れ様でした。まあ、最後ね、逆言えば気持ちよくバーディーで仕留めてくれました。まあ、いい去り方だったから逆に、逆にここまで来れたら奇跡なんで。まあそうね、まあ、アプローチ戦でね、ちょっと最近やっぱりこうティーショットとかももちろんこうコンディションが悪くて、こういう状況で、まあ、ここに今来て、でもまあアプローチでやっぱりそこはさすがプロだなっていうアプローチでしのいでここまで来て、はい、ただまあツアーに戻った時にまた元気なね成田美鈴が見られるように、当然僕も美鈴も調整するっていうことになると思います。今のね、例えば状況で、あ、ミス調子悪そうだなって当然見えてると思うんですけど、そこを克服して、当然ミスだったり僕も一緒にやっていくってことをファンの皆さんにこう、まあ、見届けてもらうと、まあ、そんな感じかな。当然絶好調じゃないのは分かってると。ね、分かってるし、それを直すのが僕の仕事であり、まあ、ミスのね、選手としてのミッションだっていうのはみんな分かってるので、ね、多くを語らず俺が語ると。はい。はい、どうぞ。ツアーの、 その優勝争い、集中力を中途した今日はどれぐらいのレベルの意気込みというか意気込み結果じゃなくてですか、うん、集中というか結果は 3% ぐらい気持ちはまあ、うん、気持ちはまあ 7-8 ぐらいでしたけど、うん、まあ、結果 3-4 ぐらいです。でももうもちろんね、ツアーでね元気な姿を見るのが一番こうファンの皆さんに対してのやらなきゃいけないミッションだと分かっているので、そこをやるということです。任せました。やるということです。任せました。ぜひですね、またただまあある意味こう時間があるっていうのもポジティブに捉えてはいるので、ファンの皆さん。
30分とそういう意味ではですね、あのいただいた時間でしっかりミスを立て直そうということを、お約束していきたいと思います。あと残り2人いるのでお会いしましょう。今回もご視聴ありがとうございます。チャンネル登録、いいね、コメントもよろしくお願いします。インスタグラム、ツイッターでも YouTube にない動画を発信しています。ぜひフォローよろしくお願いします。コロナに負けるな。